こんにちは、まさにのく494です。今回は107回薬剤師国家試験攻略メソッドの107回薬剤師国家試験に合格するために国家試験予備校って本当に必要なのかについてお話ししていきたいかなと思います。それでは、まず薬剤師国家試験予備校の長所ですね、を挙げていきたいかなと思います。5つ挙げました。まず1つ目が、勉強の習慣化が強制的に身につくと。2つ目が、競争相手が近くにいるため、モチベーションが保ちやすい。そして3つ目、勉強の仕方がわかる。4つ目、わからない点をすぐに先生に質問できる。5つ目、最新情報が手に入りやすいと。この5つが、長所かなと思います。1つ目から話していくと、勉強の習慣化が強制的に身につくということで、国家試験予備校って基本的に、時間を区切って勉強を教えてくれるので、強制的に今日は物理やりますとか、薬理やりますとか、そういったことが、スケジューリング化されているので、勝手に受けてれば、それをやってるといった、そういった形で流れていくと思うので、習慣、何時から始まって何時に終わるっていう習慣が身につくというところですね。そして2つ目が、競争相手が近くにいると、隣の席にいると、一緒に目標ラインである107回の国試に向けて勉強をしている人が近くにいるので、そいつが頑張ってるから自分もやろうというモチベーションが、いないよりかは上がりやすいので、自分の、資格に入ったりとかしたりするので、モチベーションがまた持ちやすいといったところですね。そして3つ目、勉強の仕方がわかるといった、結構ここ重要で、勉強のやり方、勉強やってるから分かるよっていう方結構いらっしゃると思うんですけど、その勉強のやり方、仕方っていうのが本当に正しいやり方なのかっていうのを、もう一回見つめ直す必要があるんじゃないかなと思います。基本的に予備校を1年間とか半年とか利用される方って、基本的に浪人された方、浪人生、国試浪人生が主かなと。あと現役生で言うと、学校が呼んでくれたりとか、ところどころ教えに来てくれるといった形になると思うんですけど、勉強の仕方、その正しいやり方っていうのが、身につくと、勝手に身につくと言った方がいいのかな。自分が本当に正しいやり方で今まで来たのかっていうのを、把握できるといった環境にいられます。そして4つ目、わからない点をすぐに先生に質問できると。予備校の先生待機してるんで、先生が。で、質問、その場でわかんないことをすぐ質問して、それがすぐに答えを聞けたりとか、次の日中には答えを聞くことができるので、そういった点はすごくいいなと思います。そして5つ目ですね、最新情報が手に入りやすい。毎年のように、いろいろと、改変されたりとか、最新の試験内容が国試で出るということになってますけど、そういった情報とかも、予備校の方が調べていて、それを、伝えるという環境にいるので、ここはすごくメリットは大きいですね。最新情報っていうのは、浪人された方1年間ブランクあるんで、最新情報について。そこあると、現役生と差がちょっと開きやすいんですね、最新情報。そこは現役生は知ってるので、といったところが長所として挙げられる点になります。そして、薬剤師国家試験予備校の短所ですね、3つ挙げました。1つ目、費用がかかる。勉強、予備校に通う、またあとネットでの勉強の仕方もあると思うんですけど、どちらにせよ費用がかかるということですね。その費用的な個々の予備校の
費用っていうのは、まあ、今回出さないですけど、まあまあかかりますよね。1年間通うのに100万弱とかそれぐらいかかる。まああと通学するのにもかかるし、まあ、飲食はまあかかってしまうし、まああと予備校の近くにいないと近くに住むための住居代とか、まあ多々かかるので費用が、まあ、なので、まあ、そこがまあウィークポイントだなと思いますね。そして2つ目、利用したとしても合格するとは限らない。まあ、これは予備校ではなく、タグロの人にも言えることなんですけど、まあ、すごく、まあ、お金を払って、払えば合格できると思っててやってて、ただ、受けてるだけの状態で自主的に勉強しなかった人で、また不合格になってしまう人っていうのも、まあ、多くいるので、まあ、ここ重要ですね。ただ利用したとしても合格するとは限らない。すべてのことに言えるけれど、まあ、お金払っていて、なおかつ合格できないっていうところになってしまう可能性が出てくるので、そういったところが短所になりますね。そして3つ目、ここも重要ですね。全員同じペースで勉強が進む。まあ、ここが講義形式なので、まあ、すごく他の人よりできる人でも同じペースで講義が進んでいくんで、これも、ながら講義。講義だけ聞いてて自分の自主的な勉強をしない人は、点数の伸びがすごく低くなります。一定の安定した伸びになってしまうので、まあ、そこちょっと注意ですね。同じページですので、予備校をうまく利用して、まあ、ここはちゃんと聞かなきゃいけないとか、で、ここはもう完全に知ってるから、まあ、自分の勉強をしようとか、まあ、そういったことをうまく考えて利用してみてください。もう利用するとしたら。まあ、そうしないと、まあ、時間って有限なので、時間を、まあ、知ってるところを何回も聞いても知ってるから、なんか知ってても不安になる気持ちはわかるんですけど、知ってるのを何度もやるよりかは知らないことをインプットした方が点数につながります。はい。まあ、0から50を生み出すのって、まあ、0から何事でも増やすのは最初大変なんですけど、0から50って50点、0点から50点は簡単だけど、80点から100点って意外とそこ伸びがないんですね。伸びにくい。82点とか、2点しかそんな誤差変わらないんで、だったら0点から50点の方が50点も幅上がるからっていった、そういった頭持ってください。まあ、1回落ちちゃってるんで、まあ、1回以上落ちてしまっている状態だと、これって本当に分かっているかっていうの不安になってくる気持ちっていうのはすごく分かるんですけど、まあ、ただ、1回知った問題とか、そういった語句とか、内容とかは、また次回間違えるまで勉強しなくていいです。極端に言うと。分かんないところを理解するために時間使ってください。そこって結構時間かかるから嫌だなと思う人も多いと思うんですけど、まあ、そこ時間かけないと勉強する意味ないですね。なので、知らないことを知る、理解するといったことに時間をかける。それは、予備校を通う方でも同じように、勉強で理解しているところはもう自分の勉強を始めちゃってください。はい、そこがポイントになります。はい、そしてまとめですね。薬剤師国家試験予備校を利用すべき人、ここわかんない人は予備校を通った方がいいよって言った方です。はい、3つですね。勉強のやり方がわからない人、2つ目、勉強習慣がない人。3つ目、モチベーションの維持が難しい人。この3つ、どれか当てはまったら予備校に通った方がいいです。はい。強制的っていう流れに乗った方が、点数が上がりやすいです。勉強しなくなったら、どんどんしなくなっちゃうっていう人は、本当に入った方がいいかなと思います。うん。まあ、一番ポイントですね。勉強のやり方がわからないっていうのがすごくポイントで、やり方がわかんないまま、ものすごい努力しても伸び幅が全然伸びないし、むしろ下がってしまう恐れもあるので、やり方はすごく重要になります。だからもう一回やり方の動画みたいのを
出そうかなと思います。やり方わかんない人って意外と多くて、まあそういったところが、やり方が一番重要だと、個人的に思っております。はい。で、これ以外の人、それ以外の国試浪人生は卓浪で大丈夫です。まあ正直言って。うん。そんな金払ってまで行く必要なくて、やり方が分かって勉強習慣があってモチベーションがある人は行かなくていいです。はい。で、ただし、最新情報、前に言った最新情報とか、そういったのが入ってこなくなるんで、自分で調べなきゃいけなくなるといった状況になると思うんで、そういった時には、まあ、ちょっと宣伝になりますけど、まさ4649の動画と、あとツイッターの方で最新情報はどんどんアップしていくんで、今の臨床現場の内容とか、あと、まあ、厚生労働省が出している、安全性速報系、安全性役員情報系とかも全部つぶやいたりとか、あとブログに書いたりとか動画に出したりしてるので、まあ、そこチェックするだけで十分です。最新情報に関しては。なので、動画のチャンネル登録と、Twitter のフォローをお願いします。まあ、それだけで十分です。本当に。個人的に言うと、DI の責任者してるんで、その DI 情報系は全部、インプットしてて、で、周りに出したりしてるんで、DI ニュースとか。なので、まあ、そういった情報をうまく、動画とか、あと、ツイッターとかで流していくんで、ということは、今現在、薬剤師とか、医療関係のに流している情報を、まあ、公開しているという状態なので、一番最新情報を出してます。はい。まあ、そういった感じでございます。はい。ということで、今回は107回薬剤師国家試験、攻略メソッドの107回薬剤師国家試験に合格するために国家試験予備校って本当に必要なの?という動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。薬剤師国家試験攻略メソッドは無償で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。マサ46494の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。